赤尾木あゆは TBS テレビのアナウンサー。横浜国立大学教育学部付属横浜中学校、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業。2004年にアナウンサーとして TBS に入社した。嵐の桜井翔とは学生時代の同級生、俳優の小出圭介は高校時代の部活の後輩だった。同期のアナウンサーは、 ハス隆之入社当初はスポーツアナウンサーとしても活動していた。近年はスポーツアナウンサーとしての活動を大相撲に限る。一方で、主に TBS テレビの報道、情報番組へ出演。TBS ラジオでは、ラジオ寄せの進行役を務める。2007年10月1日より、当時の先輩アナウンサー、海保、チリの結婚、アメリカへの移住による、 事実上の退社を機に、解保の公認として、花丸マーケットの4代目進行役に抜擢、1年間担当した。2014年3月31日からは、同番組の後継番組、一服、で、主にニュースキャスターを務めた。また、花丸マーケットの前枠で放送されていた、ミノモンタの朝ズバ、の、スポーツコーナー、朝ズバ、 スポーツ内の企画、朝ズバ。大相撲には2006年の大相撲九州場所より初登場。本来の担当アナウンサーのうち、八田圭介、新田悦夫が世界バレーの実況、取材にほぼ専念した関係で小笠原渡るしか担当できなくなったことによる起用であった。これを機に2007年大相撲初場所以降の朝ズバ。大相撲では、 赤帯を加えた4人体制で放送していた。花丸の進行役を務めていた時期には、基本として出演しなかったが、2008年の大相撲を、夏場初期間中のみ一時的に復帰している。プライベートでは、2010年6月13日に3歳年上の OL と結婚。現在は3児の父である。ありがとうございます。